の肉じゃがなんですけど、緊張します。手伝ってもらって途中まではうまくいってたんだけど、盛り付けたらなんか美味しくなさそうになっちゃって。はい。牛丼。1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。こっちは早く食べたくてさっきからうずうずしてるんだからよ。俺もだキリト、早く食べようぜ。いただきます。よっしゃ、一生分の肉を食うぜ。ガツくんじゃねえぞ、しっかり味わえよ。そうは言っても、高級食材なんだから、止まらねえよ、そんなに焦らなくてもまだたくさんあるのに。ものでもこうやって自分の作ったものを食べてもらうのは悪くないわね。そうそう、私が鍛冶屋をやっているのも相手に喜んでもらいたいからだしね。皆さん、おかわりもありますからね。私たちも早く食べないと自分の分がなくなってしまいそうです。私のもどんどん食べてね。いやー、堪能したぜ。俺、生きててよかったよ。まったくだ。3日に一度は
こんな日があるといいな。もう大げさね。でも本当にどの料理も美味しかった。思い出すだけで幸せになれそう。お粗末様でした。あれだけの食べっぷりを見せられると作ってよかったって思っちゃうな。みんなでこうやってワイワイやるのってすっごく楽しいね。そうだ、ねえねえキリト、私今日はここの宿屋に泊まっていくね。私もっとみんなとこうしていたいな。大歓迎ですよ。夜はいっぱいおしゃべりしましょう。うん、賛成。ストレアさんのことをいろいろ聞かせてほしいな。ありがとう。私ごめん、なんか苦しくて眠れないの。ううん、ちょっと違う。私も一緒に痛くなって、いろいろなものが私の頭の中に流れ込んでくるの。うん、なんかいろんなもの。でもそれが何なのかはよくは、何かすごく大事なんだけど忘れちゃってることみたいな。でもそれを思い出しちゃうと私が私じゃなくなっちゃう気もするの。それがとっても不安。キリト、キリト、みんなありがとうね。話してたらなんだか眠くなってきちゃった。もうここで寝るって決めたの。おやすみなさーい。Thank you.
キリト、何に慌ててどうしたの？本当？それで一体どこにあるの？すごいじゃない！私にも読ませて。え、何これ？このアイテム、家事のクオリティの上限を上げるって書いてある。もっと驚きなさいよ。あのね、武器の品質ってスキルや素材によってランダムに決定されるじゃない。この秘伝の書によれば、そのランダムで出る品質の上限を引き上げられるの。つまり強い武器ができる可能性が高くなるってこと。ベルンドハンマー、これ単体でもすごいアイテムよ。絶対に手に入れるから待ってなさいよ、ベルンドハンマThank you.
ニト、今日はあの人は一緒じゃないのね。ストレアさんのことです。別にそういうわけじゃなくて。